春の花、ネモフィラ、この愛らしい花と同じ名前のバンドがいます。シャウトやスクリームといったパワフルな歌声、圧倒的な音圧で魅了するハイレベルな演奏技術、今注目のヘビメタガールズバンド、ネモフィラ。激しいライブパフォーマンスからは想像できないほど、メンバー全員ゆるふわキャラ、そのギャップがまた彼女たちの魅力となっています。可憐、どこでも成功、ネモフィラの花言葉のようなバンドを目指し、夢に向かって爆進中。最新作のカバー EP や武道館ライブ、そして迫る大阪でのライブへの意気込みを語っていただきました。元がピアノをやってるんですけど、楽譜通り弾くのが得意じゃなかったから、遊び心ある音楽にすごい元から魅力は感じてた。みんな物腰が結構柔らかいんで、優しい子たちがただただ激しい音楽が好きだったっていう。ライブライフご覧の皆様、こんにちは。ネモフィラボーカルまゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず本当にあのラウドな音楽、まゆさん個人的に出会いみたいなのをお伺いしたいなと思うんですけど、はい、小学4年生の時にアメリカンロックにハマるんですけど、きっかけはボンジョビなんですよ。はい、でバンドいろいろ好きだなと思って聞いてたら、家族でよく海に行くんで長時間曲を聴く時間があって、よく車でかけてるバンドがフーファイターズだったんです。なるほど。自分でニルバーナも好きで YouTube でこう辿ってって知ってたバンドだったんで、そこでつながってのめり込んでいきましたね。はいはい。元がピアノをやってるんですけど、はいはい、ピアノって結構楽譜通りだったりとかクラシックの、思考が強いので、私はあんまり楽譜通り弾くのが得意じゃなかったから、それで言うとそういう遊び心ある音楽にすごい元から魅力は感じてた感じです。あ、はい、なるほど。バンド組みたいと思ったのは高校の軽音楽部がきっかけではあるんですけど、はいはい、最初はドラマーになりたかったんで、ツーバスが踏めなくて、で挫折して、はい、でじゃあベースやるってなってベースやって、でもスラップがむずくてできなくて、ギターは結構もう最初から無理だなと思ってて、弦多すぎじゃないみたいな思っててはいはい、はい、で歌をやりました。軽音部の時にすごいその仲良くしてた子たちみんなでホルモンが好きで、はいはい、でよく聴いてコピーしたりしてたんで、なんか聴いてたらスクリーム系ができるようになっていったというか、真似っこしてたらできるようになって、じゃあこっちやってきますみたいなそんな感じで始めちゃいましたね。ネモフィラはゆるふわという、まあ、キーワードがありますが、うん、はい、ゆるいですね。ゆるいですか。ゆるいですね。みんな物腰が結構柔らかいんで、あのバトルになることがほぼないです。これいいよねみたいなった、あ確かにみたいな、もわっとしてるっていうか、そこからあの演奏になるっていうのはやっぱすごいなと思うんですけど普通に優しい子たちがただただ激しい音楽が好きだったっていう。音は地獄のように激しく、あとはゆるふわ、そんなコンセプトを持つネモフィラ。高い演奏技術で繰り出す大迫力のサウンド、そしてそれに負けないハスキーでパワフルな歌声。まゆさんはシャウトやスクリームまで自在に操るボーカリストです。最初は普通に2週間ぐらい声出なくなってとか、声帯をなんか潰しちゃいかけたりとかはあって、耳鼻咽喉科の先生にこの痛め方は普通じゃないよみたいな言われて、
で、まあ、ポリープもあるんでハスキーなんですけど、結構あの生態として機能してるって言われて、なんかその取っちゃったらもったいないからこのまま一緒に生きていったらっていうのを言われて、おかげでこういうハスキーからスクリームもできるっていうのがあるんで、最新作のカバー EP の話もちょっとお伺いしたいんですが、はい、私たちがこうやってできるようになったんで、 YouTube でカバー動画をアップしたのがきっかけだったんで、はい、その企画聞いた時に、あ、それは普通にやりたいですねっていうのがスムーズにいったんで、曲もやっぱ必然的に激しい曲を出し合ってたんですけど、それぞれの曲でみんな苦戦してたっていうか、まあ、歌は圧倒的リンプなんですけど。そうですか、やっぱ。はい。ラップがとにかく、やっぱ、英語の曲結構ネモフェラあるんですけど、はいはいはい、私1ミリも喋れないんで。あ、マジですか。あの、発音から何からめちゃくちゃ大変でしたね。そんなリンプはロットンのお二人が、ボーカルで、はい。ストリートっぽい曲を、しかもラップで、どうやってくってすごい悩んだんですよ。で、こう、まあ、対バン2回させてもらって、すっごい野生児なんですよ、あの人たちって。あ、はいはいはい、はい、いいインスピレーションいただけるんじゃないかみたいな、コラボができたらなみたいなことをちょっと思ってて、で、一緒にやりたいしないですかねって言ったら、それありじゃんみたいになって、はいはい、したらその大変なラップも割り振りできんじゃんみたいになってはい、はい、え、それちょっとなんとかなんですかねみたいに言ったら、まさかの OK をしていただいて、お二人入ったことによって新しい曲ができたぐらい、もう色をかなり入れてもらって、私たちにはできなかった一曲が完成したなと。うん、アルバムも出るということで、それも楽しみですね、はい、今回のアルバムは結構方向性は今までとはちょっと違う新しい挑戦が盛りだくさんかなと思うので、いつもはこう秋山さんという方が作曲やアレンジで入ってくださってるんですけど、はい、今回はすごい方に書いていただいて。なるほど、はい、これはちょっと楽しみですね。全国12カ所でのワンマンツアーを開催中。2024年2月に迎えるツアーファイナルは、ネモフィラとして初となる日本武道館での開催が決定しました。緊張しております気合を入れねばと思うけど、まだやっぱ夢の話の感じしちゃってて、ツアーが始まったことによってこう迫っているっていう自覚があるんですけど、やっぱそこは今のツアーで積んだ経験プラス、セトリとかもガラッと変えて、今の私たちの全力っていうのを発揮できたらいいなと思うん で、はい、で大阪がゴリラホールでこうあるんですけど、はい、大阪にライブで来てくれるその近辺の方がいて、あのいいことすれば超味方だけど、良くないこと提示すると超敵になるイメージがあるんですよそうですかなんかこう感情が強いんで、こっちとしては全力で楽しませに行こうっていう、はいはい、全員を味方にするつもりで行きますんで12月15日に大阪ゴリラホールにてライブをやります。ぜひね、近辺で気になるなっていう方はぜひぜひ足を運んでいただけたらなと思いますんで、絶対に楽しませますんでね、ぜひぜひお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。これからもおすすめライブエンターテインメント情報をどんどんご紹介していきます。ぜひコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。